こんにちは、今日はオリハルコンゴーレムを採用した、ウィッチのデッキ紹介していくんやけど、このカードの効果がちょっとややこしいんやけど、1コストで、土の数だけ、効果を得るカードなんやけども、クレイゴーレム出すか真理の術式を加えるか相手のリーダーにダメージの中からランダムに、行うと、要は1コストで土が2枚あれば、2回どれか発動するって感じのカードで、でラストワードで、オリファルコンゴーレムを1枚手札加えてそのコストを7にすると、でなおかつ土の魔変を2枚出すっていう、メリット付きで、5コス55のスタッツを保持しつつ土の魔変2枚出してさらにオリファルコンゴーレム手札加える、これめっちゃ強くないですかこれスタッツも強いし、もうなんかそのスタッツプラスラストワード土の魔変出すってもうその時点で強くないですか。もう7コスト分ぐらいの才能性能ありますよねこれ。しかもラストワードのオリファルコンゴールまた加えると、でちょっと土のデッキを組んでみたんやけども、マナリアとかで強化しつつストームレイジとか使ってオリファルコンゴーレムのなんかアクセラレート1使ってダメージ与えたりゴーレム出したりしていきながら勝つっていうデッキなんやけど、ちょっといまいちねまだ使っていくことがないんでどうなるか分かんないですけど、ちょっとね試しに今日このオリハルコンゴーレムの、性能をね、見ていきたいなとはにゃー思います。はい、勝ちました。ヴァンパイアに当たっていく、今なんか復讐ヴァンパイア、なんかナルメアとか入れた復讐ヴァンパイア結構多いんやけど、お手札結構いい感じやなこれ。これちょっとキープでいくか。できれば1コスのカードを着てほしいけど、でもこれでも全然強いな。10面の傷口も強いし、土カードはしっかり着てくれてるから、あとはオリハルコンゴーレムを、しっかり引けるかどうか、これが重要っぽいけどな。オリファルコンゴーレムを引いていく。ここはターン終了で、オリファルコンゴーレムはアクセラレートで確かに使うカードであるんやけども、ラストワードで土の魔変とオリファルコンゴーレム1枚くるから、やっぱ土2面並べて7コストでオリファルコンゴーレム出すっていう動きがねめちゃくちゃ強いんで、ここは静寂いっか。いやオリファルコンゴーレム結構強いと思うな。5コス55っていう強スタッツを持ってて、で破壊されたら7コスで戻ってくんやろ、で土の魔変は絶対2面あるから、それを再利用してっていう動きできるしな。しかも白銀剣のゴーレムも来てる。7コス8コスの動きがもう決まった感じがこれで。グランドスピアか、結構強いカード引いたな。でもここはまず星見の望遠鏡から入ります。入って大召喚か。いやいいな、6コス5コス6コス7コス8コスの動きはこれで見えちゃったな。見える、運河か、運河。よしよし、闇魔術に曲げたりはせんよ、私を見ていなさい。よし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 、5コス6コス7コス8コス、もうこの動きは多分決まったわ。いやいいな結構。いやいいぞ普通に。4コスの置きが、4コスの置きも10面進化で光線時の効果発動させて土加えつつ、グランドスピア使うのもありやし、いやいい感じやな。さ、血の取引、友情やだー、風貸しだで、出てくんなこれ。嘘以外をくし、出てこないのか、マジか。やればベスパー引いていく。ベスパーに進化使うのありやな、相手の盤面取りつつ。これ強くね、ベスパー行くか。しかも取れる、あ、ちょっと待ってよ、ベスパーの効果が相手のフォロワーに 3点あたりか、だからこれいけるのか。私はで顔に3点、私はゲド勝てば制度、強い。いやでもフォロワーいたらさらに突進みたいなの消えたけど、ああ消えた。うんこ消えた。どういうこと、何が起こった今。自分のオーラをもらっているのに、そのオーラをいったら破壊してプラス2か。うんこ攻撃してからよかったんか、うんこ。
マジか。でも相打ちさせるやったらまあ悪くないか。いやどうなんやろ。言葉なくして語ってやろう。まあまあまあエンターテインメントやかな。エンターテインメント、はい。まあここからじゃあオリハルコンゴーレムいきますか。ラストワードで土の魔編出せるからな。ここ、これ5コス5コだけも強いし、結構強くない？ 5 コス5コでしかもラストワードでオリハルコンゴーレム加えない、進化せずにやろこれだから。いやだからラストワードで3つ効果持ってるってことか。魔編2つ出してさらにオリファンゴーレム加えるっていう。いやこれ強いな、これ。いや結構強いな、これ。いや土流行るんじゃないこれ。しかもなんかベスパーでなんか超強化して殴るも今のなんかめっちゃ強そうやったし、ヴァンパイアぐらいしか返せないんじゃないか今の。魔人はあるいは魔人、しかも5個すれば5、5やから取りづらいな相手からすると。いやー裸だかしいだで土2枚ついよ。裸だしいだ、もうええってそのカードマジで。おもんないわそのカード、強すぎるんだが。オリハルコンゴーレムここで使うんかな。でもエンハース1、いやエンハース1で使える、強くない？つうかつうか、いやいや強いよなオリハルコンゴーレム。あもう行くのありやな、ぶっちゃけ。え殴るやん。えオリハルコンゴーレム強くね？殴るやん。でオリファルコンゴーレム1体出すんやろ、これ出してで1枚これ使っちゃう。もう2枚はいらんか、1枚でこれアクセラレートで使うやん。はいはい、で進化で次のターンまたオリファル1コスで使ってまたアミュレット。えこの無限ループ強くないこれ。えまた1コス使えんやろこれ。いやまあコウモリバンプっていうのはちょっと小賢しいけど、なんかとかフローとかで回復して、いやいろいろなんか、いや面白いな。ちょっとこれ今初めてこれ使うんやけど、えオリファルコンゴーレム1コストで土全部入れ替えるってちょっと強くね。いやたった1コストでゴーレムの錬成とかに範囲がするのやばいなこれ。なんか使い方次第でなんかまた新しい土カードができたら今度ぶっ壊れそうやなこれ、このカード。さあオリファルコンゴーレム、破壊して土2枚でオリファルコンゴーレムまた1コス。え次のターン大召喚、あーでも大召喚打ったらちょっとまずいんか。いやーでも強いなこれ、普通に強いぞこれ。フローでも次のターン強そうやな。さあ炎蔵の魔石いやーでも顔臭いな、うんこ取る必要ないもんな。いやークレイゴーレム取る必要ないな、絶対顔くるわ、自分やったら顔いくな絶対。でもなんかやりたいことは分かんな、ちょっとなんか2コストのね、10面の魔術とか3コストあたりがちょっと弱い気はするけど。あーもうこれコーマ決めに行かんねんか。愛の背中にいらない小賢しいマジか。サークル引いていく。オリファルコンゴーレムが、77で殴れるけども、いやもう行くしかないんかこれ。グランドスピアやったら4ダメージ与えてやから、まあグランドスピアの方がでも強いか。それやったら相打ち取って、運河かーで攻撃してグランドスピア打つでフロー出して、闇魔術に負けたりはせんよ、私を見ていなさい。で相打ち取ってで10面10面進化かな。まあこれが一番回復もできて、あこっちしかないか。いやでも回復、いやだから1でいいのか、あーちょっと今の、あーそっかそっかできんのか。あーまあでもどちらにしても多分コモン来たら負けないけど、まあ6点あるいはマジエン。いやでもなんかオリアルコンゴールもなんか使い方はなんか分かった、1個数強くないか普通に。はい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 、まあ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 、なるほどね。まあちょっと一戦目はちょっと使い方をまあ見据えていく感じで。さあ対戦相手は、ウィッチに当たっていく。はい、さあ先行取っていく。ウィッチ VS ウィッチか、これ相手もオリハルコンゴーレムの可能性あんのかな。おオリハルコンゴーレム引いていく、やっぱこれはキープしときたいな。で生成術も強いんやけど、ちょっとここは入れ替えでいくか。
ええやん、あええやん、これクズ鉄の連戦一旦目を受けて、あいや、オリハルコンゴーレムは1枚あれば十分なカードなんで、もう次のターンもうぶっちゃけ使っちゃってもいいよな、これ一気に一気に、あはははしいだ、オッケー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 、あーでも10面来るか、10面来るんやったら一回10面張ってから様子見るか、次のターンに、俺ハルコンゴーレム張っていこうかな。いや、いい動きやな、ぶっちゃけこう1コス2コスまでの動きは全然悪くないし、さあジェル出していく、ここは土張りつつって感じなのか、いやこれもう一気に展開して、行くのありじゃない、これ取るやん、惜しみの望遠鏡とか一応打ってみるか、一応打って、いや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 、ストームレイジ、まあちょっと入れ替えていくか、ここはまあコスター減らないカードなんでね、土の魔変使ってオリファルコンのマナコよ、うんこいやでも4コストのカードがないのはちょっときついけどな、これいやでも結構うざくないこの盤面、このマナリア、いやまずいなこれ、長いにゃー、オリハルコンもう一番行くこれ、いやでも行く、いやいかんな、ここはちょっと死後で追われてちょっとターン終了するか、まあ焦らない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 、ここはいや焦ったら負けなんで、いやマナリアでもいいしな、ぶっちゃけ勇気、あオッケー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 、なんかなんだっけ、ロイヤルになんかコストバルボッサか、バルボッサみたいな感じやなこのカード、バルボッサでなんか盤面がいくら並ぼうが関係ないみたいな、そんな感じやな、おだかしいな、このターンは相手も何もしてこない感じか、であればマナリア、ほざかしいな、ほざかし、いやストームレイジがあるから盤面並べられてもこれだけは怖くないよな、よーし、オリファルコンは強いけども、ここはまずマナリアから入るか、まずマナリア入って、やめなさい、あなたの魔術を、で、取るやん、で、一応一人も取っとくか、うんこで、あいやこれ強いよ、次のターンもオリファルコンゴーレム、オリファルコンゴーレム5コスで出して、強くないか、で土の前に2枚出てくる、いや強いな、ていうか何回でも蘇るから、いやこれもうこれ勝ちじゃない、これこの時点で、あーなんとかして、オッケー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 、で終わりにしよう、オリファル、おーいいね、オリファルコンのマナコよ、まずこれ使うか、まあ、とりあえずデッキ圧縮していって、オリファルコンのマナコよいやもう5号は強いやろこれ、普通取れへんっていうか、スタッツが高いのがないな、これがなんか5コス33とかね、それでも絶対使われへんけど、スタッツが高いから置くだけですごい圧力になんな、なんかガルミーユもそうやけど、最近マナレッショが全然意識されてない、まあ、小賢しいな、でもスタッツが高すぎるから、ミラちゃん進化でも相打ちにしかならないっていう、あ次のなんか新パックで土カードもっと出てほしいな、なんかもっとなんか1コス2コスらへんで、小賢しいな、でもストームレイジで取れちゃうんですよね、いやー小賢しいな、はいはいはい、オッケー、はい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 、オリファルコンも戻ってくるやろオリファルコンのマナコよ、いやこっちオリファルコンでいいか、まずオリファルコンでええな、いやまあでもフロー出して、いや使うのありか、もうここでオリファルコン、いや土張る意味がないか、あんまり、いやストームレイジプラスオリファルコンが強いか、これあそれ強いな、もう次は白銀剣で行くのもありやし、いやでもちょっと土がなくなるのか難しいなこのデッキ、でもここはストームレイジで押していった方が多分強いな、これでいきまーす、バーン入るやん、オリファルコンのマナコの力よ、うんこー、弱くね、いやまあまあまあ、なんかどう、いやでも今使うのは今しかなかったよな、でも盤面取るんやったらオリファルコン進化はないやろうしな、まあ、マナリア防塵、
次8コス白銀剣のゴーレムあんま刺さらんから出せん。小ざかしいことしてくんな。土の秘術で一応このカード、カード1枚引く持ってるんや。へえ。もうちょっと回りすぎてんな相手のデッキが。これマナリン、あれ来い。いや引けないか。土の秘術、真理の術式、なんか引け。あー弱いわ。であれば風呂を先出してくれやったな。闇魔術に負けたりはせんよ、私を見ていなさい。てかもう負け、負けじゃねこれ。勉強になるだろ。運がだすぎちゃったかな。あーまぁ、あ、ちょっとね、オリハルコンゴーレムに関しては皆さんね調整していただいて、まぁ、あ、でもまぁ、あ、使い方は分かったけど、なんか一戦目はあこのカードなんか使い方で強いかなと思ったけど、なんか2戦目今プレイしてたら、どうなんやろな、マナリアにどうなんやろなこれ。もうちょっとなんか土のカード必要なんかな。今じゃちょっと力不足感はなんかいや、ちょっと感じたかな。ちょっと運命の導き、まぁ、あ、ちょっと力不足感はちょっと感じたかな今の視点か。小賢しい土完全に勝ち筋をなくされていく。はい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 、何引けば勝ちなんや。ベスパー引いていく、闇魔術に負けたりはせんよ。ベスパーで一応取るけど、私はゲド、当てば聖堂。いや負けやな。あーいやー白銀剣のゴーレムがちょっといらんのかな、どうなんやろうなこれ。いやでもオリファルコンゴーレムはで、あーマナリアか。あなたの魔術を、でも、もう、ま、負けですねこれ。負けですわ。はい、マジックミサイルで盤面、なんで盤面取るんや。あ盤面、まあまあまあ次のターンマナリアで決めるって感じか。なるほどね、私に逆らうの、私に逆らうのかね。クズ鉄の連戦、最後白銀剣のゴーレムを出していく。だから全くもってあんま意味がない。このカードなんか6コス55とかな、なんかそういうなんかスタッツやで、8コスだ結構重いよなやっぱり。アンの大魔法。